そうですね、まあ、今回はアコースティックで、あえて演奏させてもらうんですけど、まあ、いつもはジャカジャカもギターとかで弾いてるんですけど、まあ、そのなんだろう、重いっていうのが、まあ、アコースティックとかの方が、まあ、その表面に出やすいっていうか、弾いてる人に近い感じでね、響きの結びつきみたいな、ちょっとラフな感じでやってみようかなと。なんかもう大物感あるんだけど腕とか確認ちゃってもやめてほしい。音楽しっかり取りますので頑張ってください。そうですね、まあ、一日でもね、能登半島の石川県の方々が元気になれるようにと、そしてそういう、なんていうかな、みんなでこう地域のことを思っているから、ね、自分のことだけじゃなくて他人のことも思いやってくださる方が今日こんなにいたっていうのはすごい嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。西山さん、やっぱりいいコメントくれますね。本当ですね、マジでさすが、さすが野島さん、さすが野島さんですね、本当にまだそういうこと言ってめっちゃ思ってるからめっちゃ思ってますよせーの、最高な日常。